こんばんは、メガトン。なんか寒そうですね。メガトンです。デスストランディング、ほんと寒そうだね。今回はハートマンのところに戻って、で、あのタールベルト党派のための中継ステーションを作るので、で、その前にまず前回のもらったというか提供してもらったランチャー、これだね、グレネードランチャーと、あとこれだ、チャージ式血液グレネード、これを作ってみましょう。2個、はい。グレネードランチャー M サイズ、結構でかいのかな、はい。とグレネードポーチ、はい、ポーチ、まあ、こんなんでいいかな。ランチャーってポーチが、チャージ式が2つ、ノーマルが1個。ノーマルいらなくなんのかな、これどうなんだろうね。まあいいか、これでいってみましょう。はい、でハートマンとこ戻るので、あったら持ってくよ。ハートマン行き、これだね、生きた希少な魚。時間ないか、まあでも3キロだしな、いけるんじゃない、軽いから届けましょう。多分ちっちゃいと思われる。背負う、2個口ね、了解した。で、まあリペアスプレー2つと、牽制装置2つ、まあいいかな。で、グローブなんかも新品と交換したので、まあ大丈夫でしょう。ブーツも予備1個あるし、よし、行こう、行きます。では早速、あ、ここで装備できるじゃん。だね。ラッコフード装着。あとは、サングラス。これ外すと、髪の毛、あ、また結ぶんだね、これ。グラサンなしの、結んでない状態ってならないんだね。これです。では行きましょうか。本当にありがとう、サム。行ってくるよ。どっち方面だ、これ。北だから、セーフルームがある。ここね。マジか。そっちか。デボデボ医者。セーフルーム待って。うわー、なんか雪山だけど曇ってないとあれだね、照り返しが眩しいね。それはもう届けた方がいいんじゃないか、さすがにこんな近いんだし。めっちゃ走ってます、下り坂走ってます。あれ、今なんかツールハンガーにかけてんのも青く光ってなかった、なんだろうね。即お届け、エボデボー。荷物を納品します。お疲れ様。素敵ね、あなたに助けてもらったわね。じゃあ研究に戻るわ。なんかエボデボって語呂がいいよね。新しい依頼があります。受注する際つい言いたくなる。よし、じゃあ今度こそ行くぞ。なんかマップ的にははしごとか見えたから、まあ多分同じようなルートで向かった方がいらっしゃるんだろうよ。山だね。武器のロックを解除します。セーフルームがあって、まっすぐ行けばいい、まっすぐ、もうちょっと右の方か。スタミナとか大丈夫かな。大丈夫だね。よし、行っちゃおう。
医者だ。持ってっか。マウンテンノットまで戻るかね。それは何、落石？おーだと、ほほほほ、看板ありがとう。あー、くる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 、マジか。これ狙ったかのように人が通ると落石するっていう。ハートマン、逆側からも来る可能性あるか。落石注意、落石注意。音がする。このびっくりマークもまあ落石的なやつかい。なんだこれ、誰かが拾ったのかな。こっからハートマンのがある。入れましょう。これは樹脂、音がするな。風の音と落石の音がちょっと区別がつかない。雷もやばそうだぞ。でどっち方面、ちょい左向きのあれか。それは向こう側だね。おっと、ちょっと重たいか。バランスも悪そう。わかんないけど、デコボコなのかこの道は。やべ、スタミナやっぱ減るな。ヒートユニットあるんだけど、あっちか。恐ろしい。まあこっちまでは来ねえか。くる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 、ちょ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 、え、これは越えればいい。あっちね、越えるか。こっから、あら、5分経っちゃった。この丘を越えて、あとは下るだけ。おやばい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 、おやばいやばいやばい。そこにもハートマンのがあんな。ハートマンはあれ上がると何くれるんだろう。
さあ着きました。あとメール来てたよね。ちょっと見てみっか。スピリチュアリスト、カエラル通信はあなたと誰かをつなぐ。調子はどうかな。いいよ。やっぱり不思議な通信ですね。そう、タイムラグがない通信なんでしょこれ。ビーチ使ってるから。とっても興味深い変化が起きている。今まで見なかった建造物が見えたり、見覚えのない荷物が落ちて、あーなんか平行世界的なやつ。どうも結び目には自分以外の誰か、サムワンが浮遊していることがあるみたい。ほう、ビーチは個人に属するけど結び目には違う性質があるのかも。臨死体験をした人が結び目に行って困っていると、その誰かに触れたら現実世界でその誰かが現れて荷物を投げて助けてくれたことがある。へえ。誰かの正体は私にはまだ分かりません。結び目にいるということは過去に死んだ人なのかもしれません。いいですね、全世界とつながっているんだよ。過去の良きものとあなたをつないでくれる、それがカエラル通信なんでしょうかね。了解した。そんなとこにも入るんだ。では中継ステーションを作る感じ。そこに来たね。あ、いた、よかった。では納品だ。4ついくかな、これで。 A だと？なんだと？4ついったのかな？今、資源増えたから4ついったのか？カラーしかくんないんだね、ハートマンは。あなた宛ての荷物があります。ほう。クリプトフューシスのキーホルダー。あら、かわいらしい。あー、いいですね。つけようぜ。ありがとうございました。お疲れ様でした。新しい依頼があります。で、ここで受注する際は配送端末にアクセスしてください。ここでその中継ステーションのやつを受ける。ん、一回帰れって言われたんだけど、特になんも言わないね。そっちまた行く感じ。あ、これが、あれ、ちょっと待って、はい、あ、なんかちょっと溶けてない、今の。明るい、以前より。ありがとう、サム。過去とつながることで様々な手がかりが判明したよ。大丈夫だ、今帰ってきた。時間はある。ママに会った時、君に強い抗原抗体反応があったはずだ。そうだろ。 BT がいたからな。それもあるが、その他にも理由があるんだ。彼女の体内から大量のカイダル物質が検出された。それは君の体やスーツの表面に付着しているのとは訳が違う。あらゆる細胞内から検出され、しかも細胞活動は止まってる。
君があそこで会った BT は特殊だった。彼女の子供であり、彼女自身のカーでもあった。カーとハーは通常のように分離せず、再体を介してずっとつながっていたんだろう。そう考えるしかない。それで彼女に触られてもあざにならなかった。それだけじゃないんだ。あと10秒です。記録時間を細工した。ここからは本部の記録には残らない。見てくれ、デッドマンのメッセージだ。再体と一緒に入ってた。サム、すまなかった。また内緒で荷物を忍ばせて。だが何としてもダイ・ハードマンには内緒にしたかったんだ。記録に残らない荷物にする必要があった。まだ秘密にしておきたい。ダイ・ハードマンの疑いが晴れたわけじゃないからな。サム、それはブリジットの再体だ。密かに切断しておいた。胎児とつながっている再体ではない。体の外側に向かって生えていた。大統領に頼まれたんだ。デス・ストランディングを乗り越える鍵があるかもと。ただし長官には言うなと口止めされていた。その再体は腐ったりネクローシスしたりもしない。なんていうか完全に時間が止まっている。ハートマンなら何かわかるかもと思ってマウンテンノートシティ経由であんたに届けてもらった。デッドマンの推測は正しかった。これはママーの遺体と同じだ。どういうことだ。ママーとこの再体には共通点がある。細胞内から大量のカイラリウムが検出された。つまり大統領の再体はビーチにつながっていた。だからこれも時間の経過を免れた。それを私なりに考えてみたんだ。あくまでも仮説だが聞いてくれないか。かつて地球の生命を襲ったビッグファイブをはじめとする大小さまざまな絶滅、それらは地層に刻まれて記録されており、それらどの地層からも大量のカイダル物質が検出されている。つまり過去の絶滅期にも現在と同じように各地にビーチが出現していたのではないかということが言えるだろう。それはつまり、さあ、デス・ストランディングは過去に何度も起きていたのだ。復活した過去の記録と研究から考えられるのは今が第6の大きな絶滅期だということだ。6番目の、まさか。これは知っているか。1万年前の氷漬けマンモス。正解。これは5300年前のアイスマンだ。彼らにも再体があったんだ。バカな。そして例のマンモスやアイスマンも実は氷漬けされていなかったとしたら、つまりママの遺体のように時間が止まっていた。うん。 DS が起こったおかげで検体が全て失われてしまった。だからもはや実物を調べることはできない。しかしデータの断片は残っている。カイラル通信でそれらをつなげばエボデボ技術によって再生することができるかもしれない。ではこれはどうだ。6550万年前のへその緒がある恐竜の死体、しかも腐敗していない。ありえない。へその緒があるのは哺乳類だ。いや、これは我々が知っている母種をつなげるための再体ではない。これはおそらくあの世とつながるストランドの一種なんだ。私の仮説だが、哺乳類の再体は DS の再体を模倣して進化したのではないだろうか。 DS は必ずしも生物にとってネガティブなものではないのかも。採用中。アンモナイト、恐竜、
マンモス、アイスマン、いずれも時間が止まった状態の個体が発見された。かつて絶滅した生命になぜか再体があった。それらは全て再体でビーチにつながっていた可能性がある。さらにこれを絶滅体仮説と重ね合わせてみると、再体付きの生物こそが絶滅体ではないかということが推測できる。そうだサム、絶滅体はその再体によってビーチとつながっていて、その力を使い何らかの方法によってデスストランディングを招くというわけだ。ブリジットも絶滅体だったと言いたいのか。いや、それはまだ断定できない。というのも大統領の遺体は君が焼却してしまったからな。確かヒグスはアメリオを絶滅体だと言った。ドゥームスでもないと。サム、いいか、ブリジットが絶滅体だったと仮定すると、娘のアメリも絶滅体である可能性はある。少なくともブリジット亡き今、ヒッグスはそう考えているのかもしれない。奴は絶滅体のアメリを使って一気に大量絶滅を起こす。どうだろう、絶滅体という種の一個体にそれほどの力があるかどうか。彼女が絶滅体かもわからない。しかしヒッグスはアメリを利用しようとしている。そうだ、一刻も早くアメリを救わなければならない。あと1分です。どこかに捕まってください。これは本当の警告だサム、西へ向かってくれ。ダイハードマンとはどう接したらいい。今まで通りにしてくれ。私たちが疑っているのを悟られてはいけない。いずれにしろ今はカイラル通信をつなぐしかない。分かった。どう話がつながっていくんだろうか。まずは西に行くしかない。準備は整った。タールベルトの沿岸に向かい、カイラル通信の中継拠点を修復する。そしてそこにキューピッドを接続するんだ。必要な機材はそこから持っていくしかない。代わりの機材はない。壊してはならない。荷物は大量にある。おそらくこれまでで最も困難な配送になるだろう。中継拠点の建設予定地についてはハートマンが詳しい。もう起きてもいい頃だろう。 AED を起動します。クリア。すまない、話は聞いたよ。沈んでしまった中継ステーションが建てられる前に候補地となっていた場所がある。ところがここは建設途中で破棄された。なぜなら安全性に多少の不安がある場所だったからだ。だが今はこれが唯一の命綱になる。そこをカイラル通信の中継拠点として使うんだ。幸い現地には当時の基礎システムが残っている。あとは君が必要な機材を運び施設を修復させてほしいんだ。今はカイラル通信を西へ伸ばしアメリを救うことが必要だ。君だけが頼りだサム。荷物が多いっていうことだよね。150キロ、遠いな。フローターかなこれは。ミュールもあるのか。そこにミュールポストが見える。思い出せサム、タールベルトに行き通信の中継拠点を修復しキューピッドを接続するんだ。修復に必要な機材はハートマンのラボから持っていくしかない。この中継拠点をつなげばその先はいよいよ生誕のエッジノットシティだ。頼んだぞ。うわー、どうしようね。まあ受けちまうか。
よし、フローター2個連結で必要なアイテムを大量に持ってきたいんだが、ここにそんな資源あるのかい、ハートマン。フローターレベル2を2つ。あとなんだろうな、ライフルとか持ってった方がいいよな。ライフル1個でいいか。チャージ式もう1個。ミュールと戦うんだろうか。うわーどうしよう。4箇所全部ヒートユニットにすっか。2つ。あとブーツも1個作っとくか。一旦これで、あとこれか、建設装置3つぐらい。 OK。 どうしよう。なんか資源背負ってんな。一括背負でいいや。全部フィールドで、この辺、あー一尺か、納品しよう。いきます。依頼が受注されました。納品 OK。 荷物を納品します。で、いらないものはボックスへ。樹脂樹脂、こんなもんかな。この2つがボックス。 OK。 さあどうやろうかね。まずフローターを、フローターがこれか、置く置く。ちょっと雑に置きすぎたね。置いた置いたね。で一回背負っちゃった方が楽だね。でメニューで積み下ろした方が多分楽だ。これを全部乗っけちゃう。乗せる。あとは大体乗せちゃった方がいいよな。はしごとか、はしご使えないか、フローターだとね。パイルも乗せちゃえ。リペアスプレー乗せる。1個でよかったかもな。1個でいいか、フローター。よっしゃ、これしまっちゃおう。作ったはいいが、フローターしまいます。で、この2つ乗っけて、あれ乗っけらんねえぞ。ちょっと待ち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 、あれ、あ、間違えた。こっちか。これを乗せる。あとは固定、これね、ヒートインティにしたいので、この2つも乗せちゃう。4箇所全部ヒートユニット、素晴らしいね。あったかそう。で武器だけ持ってりゃいいかな。グレネード3つある、まあ、血液袋もいっぱいある。フィールド、これをフローターいいかな。フローターに5個口乗ってます。150キロ。パイルド建設装置が5つ。スプレーも1個かな。2つぐらいとはいいか。あとスプレー、何が起きるか分からんし、結構逃走だもんね。2つ。背負ってフローターで、これで
よし行きますか。繋ぐ、これか。行くで。